ヒュパティアは、東ローマ時代のエジプトで活動した、キリシャ系の数学者、天文学者、シンプラトン主義哲学者。ハイパティアともヒッパティアとも呼ばれる。ボートによって殺された。言い伝えによると生きたまま肉を骨からそぎ落とされ、殺害されたとされる。ヒュパティア・チャールズ・ウィリアム・ミッチェルによる会が、アレクサンドリアのテオンの娘として生まれた。400年頃。 アレクサンドリアのシンプラトン主義哲学の学校の校長になり、プラトンやアリストテレスの思想について講義を行ったという。当時の彼女の書簡、例えばシュネシオスとの間で交わされた書簡のいくつかはまだ現存している。数学と哲学の教えをシンプラトン主義の創始者プロティノスとシンプラトン主義のシリアでの文化の創設者ヤンブリコスの二人から受けた。 彼女は様々な書物に対して仲介を表した。後世の数打辞典によれば、ディオファントスが表した三述にも、ベルガのアポロニウス著の円錐曲線論にも、そして天文のカノンに対しても仲介を表したという。彼女の父テオンの表したアルマゲスト解説第三巻にも彼女が過失したと伝えられる。これらの仲介は散逸してしまったが、 三日の仲介は現存するアラビア語版の一部として断片的に残っている。彼女のアストロラーベとハイドロスコープの発明については、彼女に意見を聞いたシュネシオスの手紙の中で知られていることから、彼女が特に天文学と数学に専念していたことを示している。また、彼女による哲学の著述も全く存在は知られていない。シンプラトン主義の他の学校の教義より、 彼女の哲学はより学術的で、その関心のためか、科学的で、神秘主義を廃し、しかも妥協しない点では、キリスト教徒からすると、全く異端であった。それでも、考えるあなたの権利を保有してください。なぜなら、全く考えないことよりは誤ったことも考えてさえ、すればよいのですとか、真実として、迷信を教えることは、とても恐ろしいことですという彼女のものであると、 考えられている言動は当時のキリスト教徒を激怒させた。その時すでに彼女はキリスト教から見て神に対する冒徳と同一視された思想と学問の象徴とされた。キリスト教徒のテオドシウス一世は380年に異教とイタンアリウス派に対してローマ帝国全域での迫害の方針を定めた。391年、テオドシウスは テオフィロスの求めに応えて、エジプトの非キリスト教の宗教施設、神殿を破壊する許可を与えた。キリスト教のボートは、サラピスジーニアアレクサンドリア図書館や、他の異教の記念碑、神殿を破壊した。その後、393年には、法律で、暴力、特に略奪とユダヤ人のシナゴーグの破壊を、抑えようとの試みがなされた。だが、百十二年。 アレクサンドリアの創始教アンティオキアのヨハネス一世が、後ろ盾となっていた強硬派のキュリロスによる、異教徒迫害及び破壊活動が起きた。そして、キリスト教徒の集団により、414年、アレクサンドリアからのユダヤ人の違法で、強制的な追放がなされ、緊張がその頂点に達する。虐殺されるヒュパティアこうした雰囲気の中で415年、ボートによって殺された。 エドワード・ギボンは、ローマ帝国水防士にて、市巡説のある日、総司教を、キュリロスらが馬車で学園に向かっていたヒュパティアを馬車から引きずり下ろし、教会に連れ込んだ後、彼女を裸にして、カキの貝殻で生きたまま彼女の肉を骨からそぎ落として、殺害したと伝えている。この事件により、エフェソス公会議が開かれ、総司教も、 ネストリウス派も一致して、キュリロスは教会を破壊するために生まれ育ってきた怪物であると非難した。現在も教会歴による聖人カレンダーには、キュリロスの名は掲載されていない。その後のアレクサンドリアでは、キリスト教徒、ユダヤ教徒がプトレマイオス朝以来の知的成果を引き継ぎ、アラブ人に征服されるまで聖書文見学の中心として発展した。 劇的な虐殺の詳細とともに、白色で美しき女性哲学者だったヒューパティアの伝説は後世に多数の作家による文学作品となった。ありがとうございます。